政府、水際対策の強化を検討。現在、インドにおいて変異株が流行している問題で、政府が水際対策の強化を検討していることが明らかになりました。現在は、日本に入国した場合に、3日間強制的に隔離し、その後、検査で陰性と判定されれば、自宅待機に切り替わっておりますが、政府は、 強制隔離の期間を3日から14日間に延長したり、またそもそも入国を停止するなどの案を検討している模様です。現状、日本においては変異株の感染拡大となってしまっており、明らかに水際対策の不備によって国内に海外からウイルスが持ち込まれてしまっているという問題が発生しております。 そもそも既存のウイルスについても海外から持ち込まれたものでございますがこういった3日間の強制隔離の後の自主隔離においても行方不明者が出るなど隔離が徹底されていないという問題も発生しておりますので日本政府には国内でいくら感染症対策を実施しても 海外から無人像にウイルスが持ち込まれれば意味がないということを重く受け止めていただき今後完全に入国を停止するなど厳しい措置を実施し可能な限りの感染症対策を講じ何とか感染拡大を抑え込んでいただくようにお願いいたします 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。